それでは定例記者会見を始めます。平成28年も終わり、平成29年を迎えます。新しい年を皆さんと迎えることができることを嬉しく思っております。平成28年は4月の熊本地震をはじめ、観測史上2番目に多い上陸数となった台風の上陸などの自然災害に見舞われ、多くの地域や住民の皆様に被害をもたらしました。そうした自然の猛威を実感させられる年ではありましたが、幸いにも本市ではそうした災害もなく1年を過ごすことができて安心をしているところでございます。平成28年の市政を振り返りますと、まず気象庁のモデル事業として6月から9月までの4ヶ月にわたり社会気象予報士を派遣をいただきまして、出水の期間、適切な気象情報の解説と防災対応の助言をいただくなど、本市の防災力の強化に大きくつながる1年だったと実感をしております。また6月には子育て環境日本一を目指す本市の取り組みの一つとして、 JR 讃岐駅東口に龍ケ崎市駅前子どもステーションをオープンするとともに、12月11日には子育て応援都市を宣言をさせていただいたところです。本宣言を新たなスタートとして、平成29年は子どもたちの健やかな成長と子育てを市民全体で応援していく機運を醸成しながら、出会い、結婚、妊娠、出産、子育て、教育、それぞれのステージに応じた取り組みをさらに推進してまいります。8月にはリオオリンピック・パラリンピックが開催され、本市からは流通経済大学に勤務されているトライアスロン男子代表田山選手、フィジー代表として男子柔道に出場されたナウル選手、また琉球大出身で男子7人制ラグビーに出場されたゴーヤ選手が出場され、市民の皆さんが応援する中で2020年の東京オリンピックや未来につながる活躍をされたと感じたところです。本市におきましても東京オリンピックに向けてキューバ柔道代表チームのホストタウンに決定されるなど、市民の皆様とともに4年に一度のスポーツの祭典を盛り上げていく準備を引き続き進めてまいります。また消費増税の先送りがございました。消費増税時の相乗り効果による経費削減の好機と捉えた駅名解消も先送りを決断せざるを得ませんでしたが、引き続き本市の玄関口である常磐線の駅名に自治体名を冠することの重要性は何ら変わるものではありません。引き続き駅名解消の実現に向けて、先送り後の消費税率改正時期などを解消時期の候補といたしまして、JR 東日本水戸支社さんとも引き続き協議をしてまいりたいと考えております。駅名解消と合わせた一体的な取り組みとして、道の駅の整備や常磐線讃岐駅周辺地域整備基本構想に基づき、東口駅前広場内ロータリーの渋滞解消や利便性を高めるのをはじめとして、駅に近接する道の駅の整備も進めるなど、本市の玄関口にふさわしい都市機能の充実を図ってまいります。本年1年の平成28年1年の市政のいくつかを述べさせていただきましたが、この1年の取り組みの成果を平成29年度からスタートいたします第2次ふるさと龍ケ崎戦略プランの重点目標である子育て環境日本一、市民活動日本一、防災減災日本一、スポーツ健康日本一の4つの柱で龍ケ崎新時代の歩みをさらに力強く進めてまいりたいと考えております。それでは本日の情報提供を始めさせていただきます。はじめに商工観光課から2件の情報がございます。1件目は地域おこし協力隊の募集の情報提供です。本市では平成29年4月1日より三大都市圏等の都市部に生活の拠点を置く人材を誘致し、地域力の維持と強化を図ることを目的として地域おこし協力隊を募集をいたします。
地域おこし協力隊の方々には本市の自然を生かした農業とスポーツ宣言都市の推進による交流人口の拡大と地域活性化を促進するため外部特に都市部からの新鮮な視点で本市を見つめ直していただき市民の皆様とともに地域の活性化の活動へとつなげてまいりたいと考えております。市民の皆様と一緒に自由な発想で本市の発展に向けた活動や施策を見出していただけるやる気、元気、熱意と行動力にあふれた方をお待ちをしております。続きまして2件目の情報提供です。龍ヶ崎市観光物産協会では新年1月6日金曜日より2代目となります龍ヶ崎観光アンバサダーの募集を開始いたします。初代龍ヶ崎観光アンバサダーの皆様には平成27年10月の就任以来約1年半の間本市の観光資源や物産品を各種イベントやマスコミなどを介して広く市内外へ紹介をしていただいたところです。龍ヶ崎新時代を象徴するような明るく元気で活発な2代目龍ヶ崎観光アンバサダーを募集をしたいと思っておりますので多くの皆様にご応募いただきますことをお待ちをしております。続きまして高齢福祉課からの情報提供です。高齢者の健康長寿をたたえる事業の一環として市内にお住まいの結婚してから50年を迎えられるご夫婦を対象といたしまして長年にわたる地域への貢献を感謝するとも、とともに節目となるお祝いと今後のお二人のさらなる健康長寿を願うため当市初となります合同金婚式を開催いたします。今回合同金婚式の開催にあたり50組の募集を行いましたところ現在はまだ18組の応募申し込みとなっております。なお参加される方の最高齢者は中根台にお住まいの旦那様が86歳奥様が81歳のご夫婦でございます。合同金婚式の開催日は新年の1月29日日曜日会場は市内慣れ馬町のアイガーデン下平となっております。また式の中身でございますが2部構成となっておりまして第1部が記念式典第2部が会食会となっております。第1部の式典では参加されたご夫婦へ感謝状並びに記念品の贈呈を行います。第2部ではご夫婦の思い出を語り合える場として会食の時間をご用意したところです。この会食の席では思い出のスライドショーと題して結婚当初から現在に至るまでの夫婦の思い出の写真を当時のヒット曲に載せて紹介することとなっております。次にご夫婦お互いの思いを綴った手紙の紹介も行わせていただきます。これは夫から妻へ妻から夫へと50年にわたり苦楽を共に歩んできたパートナーへ普段思っていてもなかなか言えない感謝の言葉やねぎらいの言葉メッセージなどを書いた手紙をお互い交換していただき合わせて2人の思い出のエピソードなども司会者のインタビュー形式で披露をさせていただくということにという段取りになっております。最後になりますが平成28年中は記者クラブの皆様には本市のさまざまな取り組みを熱心にご取材をいただき深く感謝を申し上げるところです。平成29年につきましてもさらに取材をしていただけますよう積極的な情報提供に取り組んでまいりますので引き続きお願いを申し上げまして本日の情報提供を終わりとさせていただきます。詳細につきましては担当から説明をさせていただきます。